はい、というわけでやっておりました。今日はね、N1 ということで、9月のね、11日です、今日は。ニューモデルですよね、フルモデルチェンジの N1 がこの秋登場ということで、いち早くね、ネットの方で、まあ、ホームページの方で出ております。いや、本当にね、デザイン変わらないんですよね。いや、ちょっと私もね、ちょっとホンダ E を買ったばかりで、この丸っこいデザインのね、この N1 すごいね、気になってるんですよね。で、今回ね、6速マニュアルが出たということで、いや、興味津々ですね。ちなみにね、私、こういったね、ホンダの動画結構多く出しますので、皆さん、興味のある方は、ぜひともチャンネル登録をして、見てくださいね。押してくださいね。はい、では早速見てみましょう。今回の新しい N1 は、まあ、運転の楽しさと、安全装備を充実させた、3タイプオリジナルプレミアム RS を設定ということですね。先進の安全運転支援システムホンダセンシングを標準装備ですね。で、私の気になる RS 軽自動車初の FF ターボ6速マニュアルを搭載しております。まあ、これ軽自動車初なんですね。これね、実は私東京で今年の初めぐらいに実は、動画撮ってきました。その時はね、結構ステッカーチューンでね、結構ゴテゴテしてたんですよね。まあ、これが6速マニュアルが出るのかという感じで、まあそのまま出たなという感じですね。これほら見てください。やっぱ RS ですよね。なんかちょっとスタイリッシュに、まあ、なんか走りそうだなという感じがしますね。これね、 DOHC ターボエンジン、電動ウエストゲートを採用したターボエンジンを搭載か。ターボラグはなく、高速道路や山道でより軽快な加速が味わえますと。まあ、ターボラグが少ないっていう感じなんですよね。まあ、この辺ちょっとね、実際試乗してみないとニュアンスわからないですけども。で、これ皆さん待ちに待った6速マニュアルトランスミッションと、ギア比はクロスレシオを採用と、軽快な走りを実現しましたということで、まあ、これS660 とひょっとして同じトランスミッションを積んでるのかな。まあ、その辺ちょっと期待するところですよね。おお、これか。すごいかっこいい。これ皮巻きなんですね。で、ちょっとボツボツのね、この、肌触りの良さそうな、グリップ感の良さそうなシフトノブですよね。あ、いいんじゃないの。わ、どうしよう。ホンダ E 買ったばっかりやのに。これやっぱマニュアルにね、憧れますよね。で、これね、さっき言ってた、オリジナルプレミアム RS と。で、飾り立てない本質をということで、まあこのオリジナルが一番安いんですかね。これまだね、価格は発表になってないんですが、前のモデルで118万から189万円ですね。まあ一番高いモデルでも、まあ200万切ってるという感じで、今回もね、このオリジナルはまあ120万ぐらいじゃないですかね。このあれですよね、プレミアムは結構この下回りが四角いね、個性のあるデザインですね。あ、これ RS もか。ほとんどどこが変わったっていう感じですよね。こういきなりホンダアクセス。こういったね、パーツ出るんですね。あ、これ RS、この RS のボンネットの上、これなんか黒くデザインされてますね。今度出るシビックタイプ R のプレミアムね、黄色いやつね。あれと結構ね、このボンネットのとこデザイン似てますよね。で、私が買ったね、ホンダ E ね。あれもこういった同じ黄色かな。今回ホンダこの黄色が結構ポイントなんですかね。ボンネットの上のね、この黒い部分。なんかね、デザインが似てますよね。で、この丸めね、ほら見てください。これ今回のね、N1、この丸めのところが LED になってるんですね。まあ、テールランプも LED ということで。で、これね、軽自動車初の LED デイライムライニングランプがつくらしいですね。昼間でもこのランプが、光々とね、丸く光るんですよね。これかっこいいっすよね。やっぱね、このデザインがね、結構レトロフューチャーって言うんですかね。まあこれね、昔の N360 のデザインをそのまま引き継いで、まあ最新型の現代風にデザインしてるということなんですが、やっぱね、この丸めのデザインって私ね、すごい可愛いなと、すごい好きだなと思うんですよね。いや、この N1 と私の買ったホンダ E ね。この2台はこの丸めを継承してると。まあレトロフューチャーのデザインだなと思いますね。ち
ちょっと内装を見ていきましょう。まあ内装は結構シンプルな感じですかね。実際ね、これ乗り込んでみるとね、だいぶ違うと思いますね。結構、ホンダのね、N シリーズってね、高級感あるんですよね。まあこれね、軽で十分じゃないかっていうね、質感があるんですが、このね、実際どうでしょうね。乗り込んでみないとわからないんですが、これ見た感じ、これほら、ここ、スマホの充電のね、ほら、USB が3つもありますね。うわ、すごいすごい。ナビも大きいのついてますよね。で、これ全車装備の、ホンダセンシングということでね、いや、こう気になるのが、すごい。この ACC、ついてるわ。渋滞追従機能付きですね。まあ、ゼロ軌道から少しアクセル踏んだら、まあ、前の車に追従するというものがついてますね。あれついてんのかな？ついてるかもしれん。このハンドルとシフトノブの間ね、これ電子パーキングになってますよね。電子パーキングがついてるっていうことは、このブレーキホールドシステム、これちょっとほら、ここ。ちょっとぼやけてますけど、これついてるやつやな。めっちゃええんじゃん。ちゅうことはちょっと価格ね、これおそらくね、前のモデルより、ひょっとしたら10万ぐらい上がるんじゃないですかね。すごい、今回の N1 ええかもしれんぞ。見た目ね、皆さんほとんど変わらないんで、これ実はマイナーチェンジじゃないんですよね。これね、フルモデルチェンジになるんですが、いやーすごいな。まあ見た目はね、ちょっと下の方が若干変わったかなという感じなんですが、それよりもね、すごい機能的な面でグレードアップしましたね。で、このやっぱ RS も気になるんですが、このプレミアムね、最近ね、やっぱダウンサイジングされる方が多くて、もう軽もね、普通車並みに、まあ乗れるということで、まあ、どんどんね、軽の方に、乗り換えてるっていう方が多いですね。で、この軽はね、やっぱりリセールっていうね、今度売るときにね、高く買ってくれるんですよね、比較的。なので、結構軽でも、こういうね、上級グレード、プレミアムとかプレミアムツアーラーね、この辺がね、結構実は売れ筋じゃないかなと予想しますね。ブリティッシュグリーンパール&シルバー。これで内装がね、なんかキャメルカラーの、なんか革張りシートとかあったら、ものすごいいいなと思いますね。こう最近ね、ツートンカラーがあるんですよ。白黒ツートン。これ、紺色かなのツートンと、このグリーンのツートン。と、アイボリーね。アイボリーツートンか。うん、今回これ、グリーンがいいんじゃないですか意外と。RS も、色違いがある。まあ、RS、今回は黄色をぜひ乗ってほしいですよね。ちなみに真っ黒はこんな感じ。まあ、この伝統のサンセットオレンジもいいですけどね。で、普通のモデルは、この、サーフブルーっていうのがあるんですね。と、この真っ赤っか。この赤もいいですよね。この RS にこの赤欲しかったですけどね。まあ、この普通のオリジナルタイプでもね、このプラズマクラスター搭載のフルオートエアコンコンディショナーがついてたりとか、まあ、さっきの、やっぱ書いてるわ、ここに。電子制御パーキングブレーキってね、ついてます。書いてますね。パーキングの下のブレーキホールドね。これ、そうだと思うんですけどね。ね。というわけで。いやー、いろいろホンダ出ますね、新しいのがね。オデッセイもマイナーチェンジで、なんか扉ね、シュッとしたら開くやつね。あれが出たんですけど、またね、乗れる機会があったらね、レビューしたいと思いますね。で、この N1 ね、早速ね、試乗させていただけると、入荷したらね、いち早く私この辺乗ってみようと思います。なのでね、まあ、ぜひとも、試乗動画とかね、いっぱい出してますので、興味のある方はね、私のチャンネル登録してくださいね。いい車出すわ。いや、今回の N1 めっちゃええと思いますね。で、この N1 のね、いいところは、やっぱホンダの K の中では NBOX とか NBOX カスタムね、あの辺がね、一番売れてるんですが、やっぱりね、結構背が高いんですよね。なので、この N1 ってね、結構車高が低いので、まあ低いって言っても高いんですけど、結構乗りやすいんですよ。運転がね、結構スポーティーな乗り味で、まあこれはセダンのようにまあ乗れるという感じの車なんですよね、軽の中でも。なのでまあ走りを取るんであればこの N1 かなと思いますね。で、さらにね、今回この6速マニュアルのターボが出たということでね、ちょっと、ざわついてるんじゃないでしょうか。もちろんね、私、試乗するのね、この6速マニュアルを試乗させてもらえるということなんで、ぜひとも皆さん期待してくださいね。
はい、というわけで今日は N1 が出たよっていう動画でした。皆さんグッドボタンもねお願いしますね。じゃあね、バーイシュー。